ニューバーグビーコンハシから見たニューバーグニューバーグは、アメリカ合衆国ニューヨーク州にある都市。オレンジ郡に位置し、ニューヨーク市より60マイル北にある。2000年の国勢調査では、人口28,259人。現在ニューバーグとなっている土地は1609年、ヘンリー・ハドソンが、後のハドソン川となる川を探検している途中に、立ち寄ったのが始まり。 彼はこの地域一体を街を作るのに心地よい場所だと呼んだとされているが、後年にそう呼ばれた場所が同じくオレンジ州にある、現在の村、コーンウォール・オンハドソンだったのではないかと指摘する歴史研究家もいる。最初に入植地が作られたのはそれから一世紀後の1709年、ルーテル派のドイツ人たちによるものであった。しかし1750年頃には、 住んでいた人々もイギリス人やスコットランド人の子孫へと取って変わるようになり、1752年には地域の名称のスコットランドにある都市ニューバーグに、ちなんでニューバーグ教区となった。1800年にニューバーグは村となり、1865年に市へと昇格した。いわゆる金ピカ時代と呼ばれた時代には繁栄し、ハドソン川が隣接していることもあって、交通、 産業の中心地となった。1960年代に経済の低迷、1970年代前半にオイルショックなどを経験し、都市再開発が実現できなかった時期も経験している。21世紀に入り、それまで以上に人種の多様化が進んだ。ありがとうございます。